どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回はですね、iPhone 15も予約、まあ発売がね、迫ってますので、安く買う方法、5000ということで、見ていきたいと思います。まあ安くというか、まあお得に買うみたいなところ、いろんな視点で見ていけたらと思っております。iPhone 15、15 Pro 選び方みたいなところは別の動画で解説してますので、こっちもぜひね、見ていただければいいんじゃないかなと思います。ね、もう予約が今ね、今日えーと、金曜なんで、迫ってるんですけども、そんな別に難しくないです、正直ね。はい。で、まず1 一個目一番インパクトありそうなのが、これです。アップルギフトカードでございます。楽天で買うっていう感じにはなるんですけども、で、ちなみにま6000以上買うと、アップルミュージック1ヶ月無料っていうのがね、なんかあるみたいです。このギフトカード、まあ、ギフトカードって名前なんですけども、あの、自分で買って購入に使うことができます。で、最大一応5万円まで購入できまして、とポイントのですね、まあ、楽天のサービスに向かってるものによって変わるんですけど、あ、今これ5万って入ってるけど、まあ、僕の場合だと、例えば5万円 で3,000ポイント。 になりますこ詳細見るとこれ楽天モバイル入っているのでランク特典とカード通常分いいカードだったと思うんですけど入ってるという感じでございますなんで300015まあ、15万円分買うと600090001万2000円分ポイントが入ってくるということでこれ結構ねでかくないですかまあ15 pro とか買うんだったらだけど1000円とかからまあ買えますのでアクセサリー類買う場合とかもね使えるんじゃないかなと思いますケースとかねはいもらったポイントでまたこのポイント決済まあ1円以上 のクレジットのカード決済必要なんですけど、遅延でなんであのポイントを使ってまたこのギフトカード買うみたいなこともできます。まあなんで1万2000円分ねまた買うみたいなもできますので、ただ1個ちょっと注意点がありまして、購入金額にあいとね初回に限って初回購入から45日までは1万円までっていうね。 あの制限がございましてごめんなさいはいで46日以降であれば1万円以上買えますでまあ僕は大丈夫なんですけども、まあ、一応上限はあるみたいなんですがまあ5万円は多分ね買えると思います普通にまあ最悪1万円ぐらいでまあアクセサリー類に使うとかですねそういったことでもいいんじゃないかなと思いますはいで今日たまたまですね15日なのでもし楽天カードお持ちの方であればさらにポイント5倍になりますまあ10%還元ぐらいになるのかな僕の場合だとこれ結構でかいですねこのエントリー してもらって、えー、本日中あの本日中にはなりますけどもはい毎月6回開催しておりまして、はい、でポイントの倍率についてはこれエントリーしてるんですけどさっきのねこの購入画面のところでは出てこないんですよねちょっとそれだけ注意が必要というか後日ね、えー、入ってくるのでま打ち明けとかもね全部書いてあるんですけどはいそこだけあれなんか反映されてないな多くかもしれないんですけどまあエントリーしてれば後ほどですねポイントが来るんでこれだけちょっと 覚ええておいいもらえればと思います、はい、で2つ目なんですけどもあの楽天モバイル使ってるので今んところまだ今6時5時半ぐらいですかね価格はねちょっとどこのキャリアもですね出てないのでおそらくは 楽天モバイルが一番安いいいんじゃないかなかと思いますキャリアの中で言うとどこも au ソフトバンクとかよりはキャンペーンとかねそういったのもあるんですけどもこの楽天モバイルね僕も結構使ってるんですけど、まあ、そもそもこの回線がめちゃくちゃ、まあ、いいというか最近最強プランっていうのになって。 でね通信エリアが全部広がりまして2980円、まあ、税込み3200、まあ、円ぐらい300円ぐらいで買えるんですけどもエリアがねまあ、一応 au 回線も使えるようになったのであんまりそこのメリットあの今日じゃそんなに感じてないんですけど一応20ギガまでだったあと1980円になりますはいで使わなかったらまあ勝手に安くなるっていうもので20ギガ超えても、えー、安いんですよこれがね結構 こうやばくてですね。で、例えばじゃあ僕の場合で最近のお支払い3281円なんですけど9月ですね。例えば容量も30ギガぐらい使ってるんですよね。はい、使ってまして、先月どんぐらい使ったのか？というと、先月は73ギガぐらい使ってるんですよ。でも料金は3000と。<laughs> おかしいでしょで海線もね結構まあ、まあ、都市部だとね、まあ、僕今、まあ、都内東京都内なんでっていうのもありますが都市部だとまあ、まあ、もちろんね場所によってつながりづらいところはあるんだけどそんなにね最近特に不便はなくなってきましたね。 この料金に対ししてもまあポイントがねついたりしますゲットしたポイントで支払うみたいなことで料金ゼロみたいなこともできますね。あのやばいなと思ったのはこれですね。これちょっと話題になってたんですけど楽天モバイルで NBA とこのパ・リーグ TV っていうのがこれ0円なんですよ。0円で見えますあの入った瞬間に。まあ、NBA 僕もそんなに見るはずはあれじゃないですけど最近やっぱバスケね話題になってて。 あの普通に無料で見えますね、これ。結構やばい。はい。あと、野球ファンの人ね、歓喜だと思うんだけど、0円なんですよ。まあ、パ・リーグ限定にはなるんですけども、これね、結構すごいですよ。ライブ、普通に見えるかなでめちゃめちゃ簡単で、普通に、あの、この楽天 TV に楽天の ID で入るだけです。そしたら、えーと、まあ、こんな感じで普通、見えると <laughs>。 これ結構やばくないですかゼロ円ですよ。結構やばいんだよね。あとまあキャンペーンはね、かなりあるので、普通に SIM フリーで買うのもいいし、まあ多分一番安いのは、えー、もちろんアップルストアので買うのが一番安いと思います。あ SIM フリーだったら。ただまあそれ以外だと、この申し込みとかね、まあ買い替え得プログラムとかもあるので、48回かな。で、えー、っとまあ残り半分が、 25ヶ月目に48回払いにして25ヶ月目にするとえっとこれまあ他のキャリアでもあるんですけど返却するとまあ半分払わなくていいよっていうやつですねざっくり分かりやすくいとこういうのもありますのでほ、まあ、他のキャリアと同じようなプランもあるので得点カードのみになるまあでもねこういうのもあるのでちょっとまだね価格は出てないんですけどもまあ多分キャリアの中では一番安いと思います今までの傾向的には。 普通のやっぱドコモとか、えー、ソフトバンク au で買うと結構ね何て言うかなあのキャリアの利益がちょっと乗ってるんでちょっと高いんですよね <laughs> プルスアで買うのが一番いいんですけども、まあ、アップルスアで買ってま sim、あ、だけこの、えー、例えば楽天モバイル入れいたい月そして3000円ぐらいが使えますんでっていうのをめちゃくちゃあの、まあ、僕はこういった運用してますめちゃめちゃおすすめですね正直ねはい、まあ、ただエリアによってやっぱねつながり、まあ、地方はねやっぱただちょっとね厳しい 場所もあるんでまあ、僕はあのこれ地元徳島なんですけども、まあ、それでも結構ちょっと実家の周りはね場所によってあれなんですけどもまあ、このサービスマップっていうのがあるのでこれでぜひね確認していただければと思います都市部はねあのめちゃめちゃ早いです正直なんか変な w i f i つなぐよりは全然速いし、まあ、iPhone だとテザリングもできるので、はい、まあ、w i f i ルーター的な感じで僕は使ってますねはいなんでチェックしてもらえばなということ ところでまあマイフォン安くお得に使えるかなと思いますなんか楽天ばっかりなっちゃってるんですけどあの回し者じゃないですはいあとは amazon で買うっていうのもねまあ、3つ目かなこれ、まあ、割とありなのかなと思ってます最近で価格はねアップルのこの普通にストアで買うのと同じになります今ちょっとサイトは出てますけどまあ、まだ購入はもちろんね予約前なのでできないんですだいたいですねあのポイントがねついてくるんですよねそれが結構でかいかな と思いますね、はいまあ、例えば、多分アクセサリー類とかもあるかな。アップローォッチはね、もう今出てたんですけど、例えばじゃあシリーズナイン買うよっていう時に、まん、あ、でもいいや、ピンクだと、まあ、例えばこう、758ポイントですけど、あの、入ります。で、これで多分、えっ、ー、と、アマゾンカードとか、まあ、例えば、えっ、ー、と、これ、アマゾンのですね、マスターカードを僕持ってるんですけど、えー、2000ポイントとか。<laughs> めちゃくちゃゃくまるんだよねこのアマゾン <laughs> プライムマスター結構やばい、ね、<laughs> 2000ポイントこれ多分なんで5000ポイントぐらい溜まるんじゃないあの iPhone15 Pro とか買うとえー、ぐいな配送はねどっちが早いかっていうのはちょっと難しいんですよね正直ねまあ Apple で買うのが無難だとは思うんですけどまあ別にそんな急いでないなら結構ありかなまあ Apple ウォッチとかこんなんさ今もうすぐ買えるそういった感じでやってもらえばいいのかなと思いますけどねアクセサリー類もね結構今出てたのでシリコンケースとかね今多分ね Apple ストアの方は予約前で今クローズしてるんですよね何も買 買えない状態なのででポッて買ったら意外と先に来んじゃねえかなって勝手に僕は思ってます <laughs> まあ分かんないですけど多分でも来そうだけどねプライム配送ですぐすぐ多分来そうな気がするんで微妙だけどこのポイントが付いてでさっきみたいにカードなくてもまあ1%はつくのコーンケースでもまあ200かなまあそんなに大きくないけど自立もなのかなと思いますけどそういうのとかもありかなと思います結構ああののケース類は、まあ、こんな感じあのめちゃくちゃゃく 新しいの出たんで、ウォレットとかもありますね。これちょっと概要欄まとめておきます。ウーブントープとかね、ちょっとこの辺買おうかな。バッテリーパックで、ね、まだここになったら買えるのかな。<laughs> まあ、ライトニングだけどもちろん。あ、買えそう、買えそう。はい、これストアで買えなくなったんですけど、はい。あとは15を買うっていうのももちろんいいんですけど、ちょっと型落ちなやつを買うっていうのも割とありなんじゃないかなと思っておりますね。いいのを見つけたんですけど、例えばこの13プロとか。 であれば128ギガシエラブルーで12万円整備済み品ではあるあるとはいえボールドね今回なくなっちゃったんですけどまあ12万ぐらいであるのでまあぶっちゃけ僕はサーティンプロで全然いいかなっていうまあィンがねちょっとおすすめではあるんですけど13がコスパ的にはちょっとあんまり安いのなかったんで。 まあ今それだった,ったらストアの方でね9万5000円ぐらいで買えるのでまあ中古買ってもらうかみたいなところだと思うんですけど結構ありかなと思ってあとこのプロマックスもね12万8000とかで13プロマックスはいま結構13であのバッテリーとカメラですねまあ質感とかもそうなんですけど結構良くなったんでまあぶっちゃけ全然これでいいんでバッテリー持ち結構いいんですよね1314年あんまり良くないんではいあのレビューした通りなんですけどチェーロブル12万円台なんで結構 こう安いなと思って、二百五十六だちょっと高いなと思うんで、まあ割と百二十八でいいんだったらありかなって思いました。はい、こういったのも探すのもいいんじゃないかなと思います。フォーティンはちょっとな、まあ、これ多分ストアの方が今安いのであれですけど、まあ十三とかこれでもスターの方が多分安いな。はい、いろいろあるんで、まあトゥエルティーとかねめちゃめちゃまあミニなくなっちゃったんでね今、サーティンミニーとかもまだちょっとありますね。いいんじゃないかなと思いますけどね。 ついに限対象外になるんですけどこの楽天リーベイ2、まあ、最後5つ目ですけどまあ仮にじゃあ13とか14アップルストアで買いますよっていう人はこれ使えるんでここから経由して買うと楽天ポイントが付与されますはい、まあ、なんでこのたまったポイントでまた、えー、アップルギフトカード買ってもいいんじゃないかなと <laughs> かう無限ループみたいな感じなんですけども、まあ、今回一応さすがにこの新しい製品に関しては対象外にはなるんですけどもでこれで でポイントバックとアに進むとアップルストア行くんで,でこのまままあ今あの予約前なんで見えないですけど、まあ、普通にあと iPhone を買ってもらうみたいな感じですよ13かな1314とかは対象なのでもちろんここらへん他のやつもね r p ポッ s も多分対象じゃないかなタイプ C ねそうだよね書いてないからタイプ C に対応した r p ポッ s も、ね、USB-C になりました今回ねケースの端子がなので出てこないあこれかこれ USB-C になったので、まあ、多分今買えないけど はいまあ、普通に買ってもらうだけでもございますんでこれも是非ねしてもらえればと思います概要欄にいく入れておきますはいまあそんな感じでございますですねもう予約前なのでコミュニティ欄のでアンケートとかもやってるんでこれちょっと是非ね投票していただければ要領とかじゃあ何を買うのかみたいなこれちょっと後で動画に出すん、ね、でちょっとあんま見せたくない <laughs> <laughs> では15と15プロどう選ぶとか、まあ、15プロの解説とかもねしてますので昨日ねちょっと映像とかも入ってます ら、ね、チェックしてもらえばと思います、はい、なのでこの動画が良かったと思ったらぜひ高評価グッドボタンお願いいたしますということでまた次回の動画でお会いしましょうよい,い一日お過ごしくださいじゃあまたねー予約してまいるぞ俺のチタニウムこいっ